今回は三田市多自然型魚道に来ています。毎年7月から10月まで無料で公開されている日本で最初に作られた多自然型魚道です。奥には自然の水族館もあり、魚を観察できます。木や植物を植え、昆虫や鳥なども住みやすいように整備されています。できるだけコンクリートを使わず、自然石を敷き詰めて階段状に作られています。小さな建物が見えてきました。魚道の断面を横から見ることができる自然の水族館です。結構濁っていますが、何かいるのが見えます。魚が泳いでいるのが分かりますか？魚の説明もあるので、何が泳いでいるのか実際に行って観察してみてください。ガラスに川に名もたくさん貼り付いていました。これからも兵庫県の魅力を紹介していきます。チャンネル登録よろしくお願いします。